ここが花見沢村か。聞いた通り空気が綺麗だな。うわ、こんなところにお地蔵様が。壊しちゃった。これで大丈夫かな。さて、宿に向かうか。ポポポ、ん、なんかの鳴き声。あれ、急に暗くなった。スキニーマンをかろうじて封印したが、上魂できなかったことを悔やむジャスティ。しかし息つく間もなく新たな事件が舞い込んできたのであった。じいちゃん、今回は出張の依頼なんだって。おお、来たか。ジャスティ、準備はできとるな。すぐ出かけるぞい。どこに行くんだよ。花見沢村じゃ。山奥にある景色が美しい場所でのう。じゃがここ最近、村を訪れた男性がエナジーを吸い取られた状態で次々発見されとるんじゃ。どうやら昔から村にいる八フィート様と呼ばれる霊が原因らしいが。昔からいるのに最近になって急に悪さをするようになったってこと？そうらしいの。もしかしてスキニーマンの時のように負のエナジーが流れ込んでいるのかも。じいちゃん、行こう。これ以上被害が広がらないようにしないと。レイコンストレンジャーズとしてジャスティも頼もしくなってきたの。着いたぞ。ここが花見沢村じゃ。はあ、いいところだね。キャワキャワキャワレイも喜んでるや。自然豊かなところはいいエナジーにあふれてるもんな。キャワ。さて、村長の家に向かうとするかの。遠いところよくおいでくださいました。八フィート様が悪さをしとるという話じゃが。昔からこの村にいるけれど、人のエナジーを吸うなんてそんなこと今までなかったのよ。村人も襲われとるのか。それが襲われるのは外からこの村に来た男性だけなの。その八フィート様ってどんな霊なの。白い服を着た女性の姿でね。とても背が高くて、そのせいで怖がられることも多いけれど、本来はとてもおとなしい霊なの。八フィート様がこの村にいるのは、村の入り口のお地蔵様の結界があるからと言い伝えられているわ。お地蔵様か。どうして急に人を襲うようになったんだろう。八フィート様はもう村の一員だからね。元に戻ってほしいんだよ。お任せください。私たちレイコンストレンジャーズが八フィート様を救って村に平穏を取り戻してみせましょう。頼りにしております。よろしくお願いいたしますね。八フィート様と話ができればいいんだけど。一度でも八フィート様と会ったことがあるなら呼び出す方法はあるんですが。まずは会わないとダメか。襲われた人は大体同じ道で襲われております。もしかしたらそこで会えるかもしれません。俺がそこに行ってみるよ。外から来た男性って条件にも合ってるし、八フィート様を救いたい。ジャスティ、自分から申し出るとは立派になったの。じいちゃんは嬉しいぞ。なんかそう言われると照れるな。まずは調査のために会うんじゃからな。どんな手段でエナジーを吸い取るのかわからんのじゃ。深追いは禁物じゃぞ。わかってる。任せてくれよ、じいちゃん。キャー。わしはもう少しここで話を聞いておくわい。何かあったらスピフォンで連絡するんじゃぞ。この道か。
ハチフィート様、来てくれよ。あ、来ないなあ。やべ、寝ちまうとこだった。ポポ、ん？うわ！ハチフィート様か？ポポポポポポポ。やべえ、想像以上に怖い。ポポポ。うわあ！ハチフィート様、話をしよう。どうして人を襲うんだ？ポ、消えた？ポポポしか喋らなかったな。一旦じいちゃんに相談しよう。ジャスティ、無事じゃったか。連絡もないからどうしたもんかと思ったわい。ごめん、連絡する余裕がなくて。じゃが、その様子だとハチフィート様に会えたようじゃの。うん、でも話はできなかった。ポポポばっかりで何言ってるのかわからなくてさ。なんとか話が通じるようにならないかな。なるほど、よし、ちょっと待っておれ。よし、できたぞい。その名も意味わかる。これは一定以上のエナジーを持っている霊となら会話ができるんじゃ。じいちゃん、ありがとう。ネーミングセンスはって、このツッコミはもういいか。ハチフィート様と会えたんですな。では今晩呼び出してみましょうか。目印として盛り塩を置いておきます。この部屋で一人で待っていればやってきますよ。今度こそ俺がちゃんと話をするよ。わしは別室で待機しておるからな。任せたぞ、ジャスティ。ポ、来たのか？ポポポ。待ってたぞ、ハチフィート様。ポポポポ。あ、待って、話を聞かせてくれ。意味わかる。かしい、はすかしい。え？私を待ってたなんて恥ずかしい。本当に恥ずかしがり屋なんだな。とにかく話はできそうだ。ハチフィート様、どうして男性のエナジーばかり狙うんだ？言えない。前はそんなことしていなかったってことは理由があるんだろ？恥ずかしい。教えてくれ。もしかしたら何か力になれるかもしれない。私を怖がらないのね。なぜかしら、あなたの近くはすごく落ち着くわ。うん、君を助けたいだけなんだよ。君、変わった人ね。恥ずかしいけど聞いてくれる？私は昔からいつもこの見た目で怖がられていて、悲しくて一度暴走を仕掛けたことがあるの。その時に村の人たちがお地蔵様を作って、私はこの土地に封印されたの。それを恨んで？お地蔵様は私を拒まないで包んでくれた。嬉しかった。それが原因じゃないのか。ずっと一緒、幸せな日々だった。ある日、綺麗な女の人が現れて、人間のエナジーを集めて渡せばお地蔵様をあなただけのものにしてあげるって言ったの。村の人はお地蔵様を大切にしている。私だけのものにしていいのか迷ったわ。
エナジーを集めて渡す。どこかで聞いたような。そんな時、お地蔵様を外の人間が壊したから許せなくて。そういうことか。でもお地蔵様は君が人を襲っていたら悲しいと思う。それはお地蔵様のそばにいるだけでよかったんだろ。もっと他にしてみたかったことはないのか。お地蔵様とお話ししたい。お地蔵様の気持ちを聞いてみたい。お話か。あ、それなら手伝えるかもしれない。お地蔵様のところに行こう。どうするの。多分行けるはず。意味わかる。お地蔵様、私の言葉わかりますか。その男は誰ですか。え、この方は。少年、誰の許可を得てこの子と一緒にいるんですかね。あ、待ってください。この方は私とお地蔵様がお話しできるように手伝ってくださったの。そういうことなら仕方ありませんね。今回は見逃してあげましょう。お地蔵様ってこんななの。それよりも八短。八短。いきなりあだ名呼び。恥ずかしいけど尊い。君、僕という男がいながら何他の男を襲ってるの。他の男の方がいいってこと。そんな、私はお地蔵様と一緒にいたいだけ。まあ何にしても逃がさないよ。八さんは僕のそばにいればいいんだよ。なんだったらもっと強力な結界で僕から離れられないように。ああ、嬉しい。そこまで私を束縛してくれるなんて好き。え、大丈夫なの。これ大丈夫なやつなの。少年、ありがとう。僕は動けないから彼女が人を襲い始めてどうしようかと困ってたんだ。君は魂を浄化できるね。八短が落ち着いた今なら元に戻せると思うんだ。お地蔵様、ありがとう。よかったね、八フィート様。行くよ。ゴー、浄化。ありがとう。たくさんの人に迷惑をかけてごめんなさい。うん。意味わかる。きゃわ。なんも怒らないか。俺もキャワレーと自由に話できたら楽しいだろうな。キャワ。キャワキャワ。まあなんとなくお前が何言いたいのかわかるよ。じいちゃん、戻ったよ。おお、無事解決できたようじゃな。レコンストレンジャーズのお兄さんや、本当にありがとう。これでこの村に平穏が戻ります。お礼なんていいよ。これがレコンストレンジャーズの仕事だからさ。そういえばじいちゃん、ハチフィート様がエナジーを集めろって女の人から声をかけられたって。それってコリックさんの時の。ジャスティも気づいたか。例の女の人じゃな。緊急事態じゃ。急いで研究所に戻って調査を進めるぞい。了解。あ、帰る前にじいちゃんにお願いがあるんだけど。ジャスティ、そろそろ出発するぞい。うん、オッケー、行こう。真実とは何か、見たいものだけ見てた。